たせしました。 K-1 ワールドグランプリ開幕戦、ついに真打ち登場。ザ・ゴールデンボーイ和田ハリー、重量級にはない圧倒的なスピードとハイレベルなテクニックで KO の山を築き、デビューからたった2年でヘビー級王者のベルトを手に入れた。今 K-1 で最も追っている男。I think it's something missing in my career at this moment, you know, and I think I need that crown and I need that belt. 史上初23歳、最年少王者まであと4試合。今や向かうところ敵なし、圧倒的な破壊力で今年3戦全勝。そんな馬鹿張がグランプリ初戦で迎え撃つのが、コリアンモンスターチェ・ホッパー。その身長差21センチ、体重差は42キロ。母国開催で興奮冷めやらぬ本番相手にどう戦うか。オーマンチョはないですが、テクニカルファイター、大きくて非常に重いです。もしマイティ・モーがオーマンチョを打ち出すと、それは非常に圧倒的余裕に加え、本番対策にも抜かりなし。今のバダハリに資格はない。韓国国民の前で再び本番をマットに沈めるか、それとも別響きな考え。前大会で露呈したまさかの打たれ弱さ、一発入ればもしかして。ウドタアザー、이번シャープは제가パンチ갖고이기고싶어요。큰거한방이죠。 I have maybe a big mouth, but what I say I make true in the ring, you know. If I say I knock you out, I knock you out. My goal for this year is just win everything, and if that's including knocking Hongman out, then I will do that.ごまかし一切なし、真正面からのどつき合い、 KO 必至のビッグマッチ。和田ハリグランプリ王者への道、果たして。和田ハリ VS チェ・ホッパー。いやさん、ラルパー今 K のリングで金色の輝きを放っているのはこの男。目下3試合連続1ラウンドノックアウト勝利、ザ・ゴールデンボーイ和田ハリの入場です。完全アウェー、ブーイングに包まれる和田ハリ。俺のキャリアに現時点で足りないものがある。俺が最強であるということを示すためには、あの王冠とベルトが必要なんだ。 K-1 新世代の象徴はこの俺だという証が欲しいんだ。邪魔する奴は八つ裂きにしてでも這い上がってやる。レイセフォーもグラウネフェイトーザもこの和田ハリの前に何もできませんでした。本番のスピードは遅すぎる、パンチが当たるはずがない。ヤツのパンチが来るまでに紅茶が飲めるぜ、なんなら2リットルのペットボトルも飲み干してやる。みんなでかいでかいって言うが、たった20センチしか違わない。パンチも当たるに決まってる、当たりは倒れるに決まってる。二度と俺と戦いたくなくなるさ。 K-1 の新世代を担う男、バラハリがいざ大巨人狩りに向かいます。